中の兵は天枠苦戦しております。どうか奴らを撃退していただけませんか。わしらの土地を荒らす奴は許さねえ。みんなまとめて追い払ってやら。本当に助かりました。これで投降兵の情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。あれ、これでいいかな。角殿につくと決めたのだ。王職には戻らぬ。
覚悟してもらおう。私らの家族だ。手出しするんじゃねえ。敵の狙いはこの地と見た。このども、守備を固めよう。王職を裏切らないので許してください。あれ、もう終わりなら良かった。そう、そう、南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力奪われます。南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。入れば体力を奪われるでしょう。とある忍者が万願家に住んでいます。彼なら毒沼の対処法を知っているかも。
もっと欲しく。ないのは山々だが、毒沼があって前に進めない。南中の兵は毒沼を平気で歩いていますね。指揮官は何か秘密を握っているのでは。南中はわしら家族の庭だ。よそ者がうろうろすんじゃねえ。人の庭を荒らしやがって、必ずつまみ出してやるからな。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。守りは我らが。決して何者にも負わせぬぞ。
国に帰んな。僕で人質になっちまった。助けてくれ。他の奴らはわしが引き受ける。うまくいくぞ。戦闘は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。母ちゃんにいいとこ見せるつもりが情けねえ。こんなって本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。こんなって本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。もう限界だ。なんだい、もうへばっちまったのかい。仕方ないね。どっかに行っちまいな。やれやれ、負けちまったよ。こんな作戦柄じゃなかったね。おお、真の三国無双を間近に拝めようとは。あれ、もう終わり？ならよかった。局を左右しうる。私たちで守るぞ。
切に育ててんだ。勝手はさせねえ。獣を守れなかった。やっ、はい、敵将討ち取った。やっ、全力、はっ、よかった。猛獣が逃げていきます。これで戦わずに済みますね。猛獣どもが逃げただと？弱ったな。早く探しに行かねえと。あれ、うまくいったみたいです。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この先にヒヤを耐え、あの、やなら、ヒヤを大量
行ったみたいです。なかなかの実力を持っていますね。最新兵器のトラ戦車が有効と見ました。トラ戦車隊を県内まで進ませます。道中襲われないよう護衛が必要ですね。見せ物にしてやる。なんだあのトラ、放っておいたらヤバそうだ。
実力を持っていますね。ありそうだ。守りを固めておくぞ。勇ましく力強い手だ。父上に一番似ているのは君かもしれないな。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。やおめえらの隙にはさせねえ。賢明は絶対守ってやる。敵将、討ち取った。
さあ、はあれ、これでいいかな。勝てねえ。メイたちの勝ちだ。貴様、ようやく大王を神父させられましたか。これで南中との融和はなりそうですね。貴様、力比べでわしだ。もう一遍、南中王よ、何度戦って我らにとってここは手を取る。なんだ、攻めてきたと思って。私たちが南中を攻めたのはあなた、私たちは敵ではない。ただしわしらの仲間っていう。ご理解。中は無事に平定。次はいよいよ魏に攻め込む番だね。魏との戦いか。艦中を奪ったのが遠い昔、あの時は。ちょっと、みんなのために。何劉備殿、その私もま、さあ劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられるとこれに応じた。全ては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来たる五色との戦いに万全の体制で臨むために。兵たちはみんな魏を倒そうって盛り上がってる。見てると俺たちまで燃えてくるぜ。熱い闘志に満ちているって感じだな。ああ、熱い闘志か。馬長殿もきっとそうおっしゃったに違いない。馬長なか、みんな若殿、きっとは戦いましょう。これよりよ、義援あたいのい、それらを。しかし一人で全てのもん。ええ、では